はい、こんにちは、こんばんは、たかです。先ほど FMC がありました。結果としても完全に予想通りということで、利上げも利下げもなしと、パウエルさんの会見で、利上げに関しても完全否定みたいな、そういったコメントもありましたんで、そこを材料視したドル売りですかね、少しこう流れが出たんですけども、ただこれも長くは続かずと。そもそもこう、どこまでね、こう、利上げというところをこう、織り込んでいる人がいたのかなというところにもなりますんで、やっぱりまあ、利下げの時期というのがね、今のポイントなのかなと思います。そしてなかなかこの利下げの時期というのも、ちょっともう見通せないですね。今回もパウエルさんの会見から 2% という言葉、これ具体的に出てきたんですけども、ただまあ、CPI なんかを見てもね、この 2% はまだまだ遠そうで、そうなると、今の環境はやっぱりドルは買われやすい環境ということになるんじゃないかなと思うんですね。ただ、ドルの環境、今は調整レンジだったりもします。このあたりをチャートの方からまずは見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス、1時間足に閉所を重ねています。ドルは調整レンジ、こんな感じでレンジ相場を見ています。少しドルが売られたんですよね。ただ下から買い戻しが入ってきています。下がったところは一回こう買っても面白かったかなと思いますけどもね。ここまでリバウンドが入ってしまっていると、今の現在地、高いか安いかと言われたらレンジで見ていけば、高値圏に近いかなとも思いますんで、昨日みたいにね、こう、安値圏に入ってくるんなら、一度こう、ドルを拾っていくというのは、やっぱり面白い戦略になってくるかなと思いますね。ただし、このサポートを割り込んでくると、これは、ちょっとこう、景色が変わってきますから、ドルロングを強く意識していくんであれば、この調整レンジは崩れちゃダメですね。下から丁寧に拾っていくという、こういったのはもうメインシナリオとして見ていくことになりそうです。難しいのが今みたいな環境ですね。高値圏で値が止まっている場合。これはなかなか悩ましい。ドルの強さを見ていくにはレンジの高値圏ということで、難しいわけですね。では逆張りショートはどうかというところで、売っていくということはドル売りですよね。ただ今ドルはすごく強いんですね。上昇トレンドが見えていますし、昨日なんかもそうなんですけども、下がれば買いが入ってきやすいという環境もあるかと思います。そういった環境で、高値から売る、高値抜けたら投げてしまえとね、割り切ってやっていくんならばそれもありだと思うんですけども、ただどうしてもこう短期勝負ということにはなってしまうんじゃないかなと思うんですね。ちょうど今もレンジの高値圏付近にいますから、この位置から積極的に、トレードをしていくというのはちょっとこう難しい環境のようには思いますね。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。1時間足に閉所を重ねています。円指数も下落トレンド強く出てましたけども、月曜日のこの動きで少し流れが止まってきたかなと。ですから、調整局面見てるわけですけども、ただ、ボラがかなり大きいんですね。ボラが大きい。上に下にと派手に動きますから、なかなかこの高安が見えてこないわけですけども、それでも一旦このあたりを調整レンジの高値安値と見ていこうかなと思ってはいます。いわゆる仮枠みたいな感じですかね。すると昨日は全然動きがなかったわけですけども、動きがなかった場所というのが、調整として見ているレンジのど真ん中なんですね。特に昨日こう FMC なんかもありましたんでね、動いても良さそうな、そういったタイミングだったと思いますけども、動かなかった。ただ円相場これだけ派手に暴れたわけで、いつまたこう動き出してもおかしくないとは思います。ただ、今の現在地が真ん中なんですね。真ん中からじゃあ買いますか、売りますか、こういったのを見越すというのはなかなか難しいですから、動いてきそうではあるんですけども、この位置から円が買われたとしても、円が売られたとしても、特にこう驚きはないということで、それがこの円相場の今の難しいところなのかなというふうに思います。それでも環境が変わってるわけではないですから、まだまだ円の弱さは見たいなと思いますけども、円をどこで売るのかと考えたときに、やっぱりこう下の方に突っ込んだところで円を売るのはやっぱり難しい。戻りが入ったところで円を売っていきたいというのはね、これはもう変わらず見ていくことになるかなと思うんですね。今の現在地は調整レンジのど真ん中。ということは円が少しこう買われてくるのを期待して、待つということになってくるかなと思いますね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。ちょっと嫌な感じがしているのが、このボラがどんどん小さくなっているという点。特に月曜日から、よく動いてるんです。先週もよく動いてましたけどね。ただ昨日は、FMC があったというのもあったかと思いますけどね。ほぼこう動かなかったんですね。ボラがすごく小さかったです。結果としてFMC があった時には、やっぱりそれなりに動きありましたけども、これも行ってこいしてますよね。結果あまり動かずということになってくると、今日は指標としては失業保険などはちょっとこう気にされるかもしれませんけども、そこまで大きな指標があるというわけでもないんですよね。朝に日銀の決定会合の議事録なんかもね、出てきますから、そちらで少し反応があったりもするかもしれませんけども、何にしてもちょっと材料不足感はあります。値動きもどんどんこう収まってきてると、材料不足感もあるとなってくると、次の材料待ちと、今週末の金曜日には雇用統計もあるということになりますから、次の雇用統計まではちょっとこう動きは出づらい相場が続いてしまうかもですね。すると、大きなトレンドを期待して、抜け期待のトレードとかをやってしまうと、少し苦しい場面というのは出てくるかもですね。大きな流れとして、ドルはやっぱり強いなと、円は弱いなというふうに思ってますんでね、昨日みたいなドルの押しであったりとか、円が買い戻されたりとか、そういう場面において、円の売り場であったりとか、ドルの買い場であったりとか、このあたりは丁寧に探っていこうかなと思います。はい、がありまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。FMC がありましたので、ワンチャン動いてくるかもなという、そういった警戒心を持ってはいましたけども、結果としてあまり動かずということになります。上昇トレンド、流れが止まって調整局面という可能性もかなり強く出てきましたかね。一応週末金曜日にこういう時もありますから、まだわからないところありますけども、このまま行くと159円手前あたりですかね。一旦抵抗は見えてくるかもですね。対して下のサポートは155円。これに関してはこの155を抜けてから、相場になっていますから、この強い流れ、いわゆる押し目買いを見ていく際には155はこれは割っちゃいけないサポートになってくるんじゃないかなと。なので、言い方を変えれば、この155を割れてくるまでは、これは丁寧に押し目買い、これは変えずに見ていこうかなとも思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やし見てもつい上昇トレンドですね。ただ現在はやっぱり流れが止まっています。調整局面。まだレンジがはっきり見えてこないですけども、なんとなくでもね、高値安値は見えてきたかなというふうに思います。一旦の高値、158円の50付近を見ていこうかなと。一旦の安値、156円とか5円の50、このあたりをサポートとして見ていこうかなと。基本的に上位足の環境でも見たように155を超えている間は、押し目買いをしっかり見たいということになるわけですけども、一方で、冷やし環境を見ていくとも調整レンジなわけですね。押し目買いを見ていくということは、レンジの特に高値圏ではやれることはやっぱり少なくなってしまいます。やっぱり狙っていきたいのは、押しが入った時の押し目買いということになりますし、もしくは押しが入らないにしても、短期的なサポートが見えれば、そのサポートを利用してのロングということにもなってはきます。何も高値を抜けるとか、そこまで見てるわけではないんですね。あくまで調整レンジですから、ロング見ていく際の目標は直近の高値。ですから、158円の前半とか中盤あたりですかね。そのあたりをロングしていく際の目標に置きながら、会話を丁寧に探っていくということになっておきそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ても抵抗体は変わらないですね。158円の4050あたり。昨日ですけども FMC で少し下に突っ込んだりもしましたけども、すぐに押し目買い入ってきてしまっています。サポートというところでは、このあたりを足場と見ていくことになるんですかね。ちょっと押しとしては浅かった。もう少し押してくれた方がね、買いやすかったりはしたと思いますけども、押してこないということは、それだけ押し目買い意欲は強いのかなというふうにも思います。何せよね、現在地の場所がやりにくい、やりやすいはあるかと思いますけども、基本的に155、ここを超えている環境が続くうちは、これは押し目買い。これをまずはメインシナリオとして考えていこうかと思います。問題は今のこの現在地ですね、調整レンジを見た際には高値圏になってきますから、高値圏でロングをしていくということは、それだけ気をつけないといけないわけで、仮に売りが優勢になった場合は、レンジの高値から安値までの売りのトレンドは出てくるかもしれないわけで、ロングしていく際にはこの動きに付き合っちゃダメなわけですね。この動きが出てくるかどうかが分かるためのサポートをまずは探していくということになるんじゃないですかね。もちろん割り込んでくれば高値からの売りが見えてくるから一旦逃げようと。このサポートをバックにロングを見ていこうという、そういった短期的なサポートが見えれば、これはロングをしっかりやっていくということになってきそうです。昨日の FMC、これで157円キープしっかりされていますんで、昨日も押しとしては結構強く入ったんですけどね、すぐに買い戻されたりもしてますから、157円での押し目買い意欲というのもまだ強そうですからね、僕は変わらず、買い場を丁寧に探っていこうかなとは思います。はい、ちなみになんですけども、こちら1分足に15分足を重ねています。普段の環境認識ではこの1分足なんてチャートは出さないんですけども、ただ、昨日なんかあまり動いてない印象あるかと思いますけどね。それでも上下で1円ぐらいは動いてるんですね。なので、なかなか大きなトレンドを追いかけていこうと思っても、ちょっと難しい環境はあるかなと思うんですけども、一方ですごくボラが出やすい環境ということにもなりますから、より短期足を追っていくと、上げ下げの波はしっかり見えてくるんですね。今の時間もね、急にストンと押してきたりもしていますけども、こういったボラがね、出てくるというところをポイントに置いて、短期トレードを追っていくというのも今は面白いと思います。ただまあこういった短期トレードはね、なかなかまあテクニカルとは少しこう違った、今もこう押しが入ってきてますけどね、違った側面もあるかと思いますから、まあ、取引する際には十分注意はしていただきたいなと。今すごくボラが出ているというところがありますからね、こういったところもまあ一つトレードのポイントにはなってくるかと思いますね。はい、先ほどの収録から50分ほど経ったんですけども、実は、まあ、おそらくこれ、介入ですね、すごく大きな円買い介入があったかなと思います。高値から見ていくと3円ほどの下落ですか、まあ、前回とも似たようなサイズ感かなと思うんですけども、まあ、ちょっと驚きましたね、FMC5 ということで、まあ、すごく時間的にも閑散とした時間の中での円買い介入だったのかなと。まあ、介入と確定しているわけではないんですけども、まあ、値動き僕も実際見てましたけどね、断続的に大きな円買いがボンボンと入っていましたので、まあ、おそらくこれはもう介入で間違いないんではないかなと思います。まあ、介入くればショートなんかはね、ちょっとこう僕も構えてはいたんですけど、さすがにこの時間のこのタイミングというのはちょっとこう不意をつかれたかなと。そして、まあ、動画内でも触れてましたけどね、僕は155円割れるまでは、ドル円に関してはおしめ買い環境というのをね、しっかり見ていこうかなと思ってたんですけども、実は今もこれ155円割ってきてるんですね。153円あたりまで突っ込んで、今ちょっとこうリバウンド入りましたけどもね、155円現在も割り込んできているということで、ちょっとこれ判断難しくなってきました。一度介入が入るとね、断続的にこう介入が入ってくるというのは過去にもよくある話になってきますんで、こういう動きが出てくると、今までのおしめ買い、まあ、ちょっとこれ警戒した方がいいかもですね。まあ、動画を撮ってる最中にこういった動きになりましたんでね、ちょっとこうバタバタしてしまっていますけども、まあ、ひとまずね、こう介入があったであろうという件はね、触れていこうかと思います。そしてまあ気をつけたいのが、この介入というのは一度だけではないということをですね、まあ、一度入ってくると、短期間に2度3度と入ってくる、しかもこう覆面的にね、入ってくるということはこれよくありますので、こういう状況が生まれてくると、これロングはとてもやりにくくなりますね。円買いは強く意識した方がいいかもしれません。今はこれ少しこう突っ込んできてますからね、多少のリバウンドなんかも、これは期待もできるかと思いますけどもね、まあ、一方的な円売りというのは、ちょっとこれはもう警戒してしまいますね。先ほど動画で触れていたように、155円割り込んでくるまでは、ロングと締め買いだという話をさせてもらいましたけども、動画を撮っている最中に環境崩れたということになってきそうですね。まあ、なかなかこういった相場、普段ではお目にかかれないかと思いますんでね、まあ、ちょうどゴールデンウィーク、お休みの方も多いかと思いますんでね、相場の方向じっくり見られる方はね、これしっかり見ていただきたいですね。しっかり記憶に留めておいて、次に介入があった際にはね、しっかり活かしていただければと思います。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷え所を重ねています。介入でバタバタしているときに、株価の方かなり、まあ当然ですけども、動きましたかね。とはいえ、まあこれに関しては調整局面内の動きということで、まあ大した動きでもないのかなと思います。まあ目先よく動いてますけどもね、まあボラはすごく出てきやすい環境というのは、もうこれは昨日だけではなくてね、まあしばらく続いている環境になりますから、まあそこまで気にしなくてもいいのかなというふうに思います。以前見ていきたいのは調整レンジ内の動きですね。現在地はレンジの安値圏ということで、まあ少しこう、突っ込み売りには気をつけたいところだと思いますね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、1時間足に冷え所を重ねています。まあ、こちらもそんなにこう景色変わらないですかね。まあ、介入でちょっとこうバタバタしていますけども、そもそもこの辺りを調整レンジと見ていますから、まあ、大した動きでもないのかなというふうに思います。ダウに比べるとこう押しがかなり浅いというのと、少しこう直近では安値を切り上げてきているという点がありますから、若干の強さをダウに比べると感じますんでね、もし見ていくならおしめがなんか面白いかもですね。ただ、まあ、調整レンジを見ていく際にやっぱりこう高値圏から売りが入ってますからね、そのあたりも含めて、まあ、どう考えるかと、まあ、結局調整局面、買いが入ったり売りが入ったりという状況だと思いますんでね、まあ、あまりこう前のめりにならないように見ていただければと思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD、1時間足に冷え所を重ねています。まあ、こちらも介入でね、少しこう、買いが入りましたがね、まあ、なぜ買いが入るのかとか、ちょっとこのあたりよくわからないですけどね、ただ抜けた動きが、まあ、戻ったという動きにはなっていそうです。これ戻ってくればサポート再び見えてきますから、おしめ買い環境も復活してくるんですけども、まあ、これがどうなるかですね。ちょっとこう環境の方がガラッと変わりましたんでね、わからない点もすごく多いですけども、まあ、この動きだけを見ていけばね、一旦のサポートを見ても面白いかもしれませんね。はい、ということで、まあ、とにかく驚きましたね。もう5時になってからの介入騒ぎということで、僕もかなり油断はしていました。実際こう開運入ってからは4、5円ほどの突っ込んだ環境になったんですかね。今ちょっとこうリバウンド入ってきてますけども、動画内でも触れましたけども、介入というのは1度だけでは済まないです。2度、3度と規模は小さくなったりもしますけどもね、断続的に出てきたりもしますから、こういった値動きありましたんでね、もうこれで急に円を売っていくのはちょっとこう難しい状況にはなってきた。リバウンドを見ていくのもありだと思いますけどね、リバウンドに関してはあくまで短期狙いということにはなってきそうで、明らかな介入という事実がもう今回これも見えたと思いますんでね、少し円を売っていくのは慎重に、円が難しいと思うんであればね、今は様子見でも全然いいと思いますね。しばらく介入に警戒しながら値動きは追っていくということになってきそうです。あとは時間帯ですか。朝の5時にやってきたということはもう24時間本当にいつでも起こり得るということにもなりますからね、そちらも注意をしないといけないですね。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。